トマス・ブラックトマス・ブラックはアメリカ合衆国の政治家。民主党の党員として1855年から1859年までノースカロライナ州知事を1859年から1861年までアメリカ合衆国上院議員を務めた。南北戦争期にはアメリカ連合国で第二大司法長官を務めた。1810年、ブラックは ノースカロライナ州をオレントンにおいて建築業者トマス・ブラックとその妻マーガレット・クロスランドの息子として誕生した。ブラックはオレントン学園で学んだ後コネチカット州のキャプテン・パートリッジ陸軍士官学校を卒業した。その後ブラックは法律を学び1833年に弁護士として認可を受けるとノースカロライナ州ジャクソンで弁護士業を開業した。 ブラックは1837年10月4日にイザベル・カスバートと結婚した。ブラックは1842年から1843年までノースカロライナ州会議員を務め、その後1845年まで同州のサンプトン軍で検察官を務めた。ブラックは1844年、1848年、そして1852年に 民主党全国大会の代表に選出され、1852年の大統領選挙では民主党候補フランクリン・ピアースの選挙人を務めた。1855年、ブラックはノースカロライナ州知事に選出され、1859年まで同職を務めた。州知事の任期を満了後は、ノースカロライナ州からアメリカ合衆国上院議員に選任された。ブラッドは、 保守的な連邦離脱論者であり、南部諸州による独立を支持した。そして1861年3月に、ノースカロライナ州が連邦離脱すると、ブラッドは上院議員を退任した。南北戦争が開戦すると、ブラックはノースカロライナ州知事の顧問に任命された。そして1861年11月には、ジェファーソン・デイビス大統領から、 司法長官に任命され、1862年3月まで同職を務めた。ブラックは司法長官として連合国国民の市民権を擁護し、連合国政府は軍が必要とする資材の調達に責任を持つべきであると主張した。またブラックは連合国司法省に最高裁判所としての機能を持たせるために司法省の再編成を勧行し、 連合国の裁判所のシステムを確立した。1862年、司法長官を退任し、ノースカロライナ州へと戻ったブラックは反戦運動に参加した。また連合国政府とノースカロライナ州との間の連絡役を務め、双方の利害調整を図った。南北戦争が終結した1865年、ブラックはノースカロライナ州で弁護事業を再開した。 ブラックは1860年代以末までノースカロライナ州の最高を支援し、州知事、ウィリアム・ホールデンの顧問も務めた。そして1872年、ブラックはノースカロライナ州ローリーで死去した。ブラックの遺体は、同市内のオークウッド墓地に埋葬された。ありがとうございます。